はい、どうもこんにちはのです。今回はですね、オンラインバトルロビー期間限定イベント、縁日バトル開催目指せ屋台制覇というね、こちらのイベントについて見ていきたいと思ってます。はい、これね、いろいろとちょっと思うところがあってね、まあとりあえず見ていきますか。はい、これね、次の段のね、UGM 球団イベントなんですけど、ね、バトルスポーツスタジアム、ね、対人戦の、イベントで、ちょっとね、いろいろと、やばいと。うん、いろいろとやばいと。なんか可愛いね、これ。うん、アクセサリー。あ、アバターのね、はい、アクセサリーがもらえるらしいんですけど、これは、ね、顔につけるのか、ちょっと横っちょにね、このね、お腹の横っちょにつけるのかちょっとわかんないですけど、はい、まあ、なかなか、あ、こういう感じなんだ。いらないかな？いらないかな？で、射的とかくじ引きたこ焼きっていう風になってね。あー、もう夏っていう感じだね。はい、夏らしいね。夏祭りっぽいね、感じのね。はい、ワードが、ひしめいていますが、今回もらえる報酬はこんな感じで。はい、わお。わお、わお。経験値がたくさんね、もらえるっぽいんですけどね、これはなかなか面白そうな、うん。なんか普通に面白そうなイベント。なってるんですけど、経験値プラス2000とか普通にでかいよね。で、大当たりが勝利メダルプラス20枚って、これ普通にやばくて、ね、勝利メダルっていうのがね、やっぱりこのイベントバトルでね、もらえるね、このメダルのことなんですけど、これがね、20枚とかに当選するとめちゃくちゃやばくて、はい、今回もらえるね、景品がこちらになります。じゃじゃんと、まあ復刻スカウターはさすがにね、一番ハイレベルなね、ヒーローズスカウターとかもらえないと思うんですけど、はい、ブレイクスカウターレベル7とか、まあ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 、ここら辺はうん、まあ各々ね、全然取ればいいと思うんですけどもね、本当に自分的にはヒーローズスカウターマジで出さないでほしい。うん、レベル100のヒーローズスカウター絶対に出さないでほしい。っていうのも、うん、やっぱりね、あれって古参の証だと思うのよ。で、自分もね、もちろんゴッドミッションからね、ゴッドミッションからというか、まあゴッドミッション時代もやってたので、スカウターもちろんね、頑張って取りましたけど、正直これが簡単にね、イベントバトルとかで取れるようになってしまうと、なんかなんでそんな簡単に配布しちゃうんだろうなっていう風な、複雑な気持ちになるので、正直ね、あれだけはね、マジで再録しないでほしい。うん、まあ今のところね、再録ないので、まあ運営もね、まあそこに関しては分かってるとは思うんだけど、でもなんかさ、やりそうじゃね。運営のことだからやりそう。経験値プラス5000とかもちろんあって、先頭の袋とかね、はい、これもね、結構レアなアイテムですよね。で、歪んだ神のコスチュームとか、はい、これ海洋神アバターのね、コスチュームです。で、2回目以降が神論メダルで、限定バトルアプリ、はい、これが強い。お祭りマスターアプリ、3ラウンド目作戦決定時、敵チームの HP 分自分チームの HP を回復するという効果になってます。アプリのステータスはランダムです。こちらなんですけどね、もうね、今まで積み上げてきたもの全てをね、否定するような感じのアプリの内容になってて、いやいやいやと。逆手を返せばね、2ラウンドの間一切敵の体力を削らなければね、2ラウンドの間もらったダメージ全てを回復できるってことなんだよ。うん、これどういうことかっていうと、相手が3ラウンド目のアプリに設定している時点でね、相手がその 見ればわかんじゃん、相手のアプリのラウンドが2ラウンドなのか1ラウンドか3ラウンドなのか。で、これで3ラウンド目に設定しているという時点で、あ、このアプリで来るなっていうのが、まあ警戒できるわけですよね。ってなるとね、このお祭りマスターアプリを警戒することになると思うんですけど、いやー、これはね、もうやばいよ。うん、だってさ、敵チームの HP 分自分チームの HP 回復って、もうダメージ与えられないかね。やばいです。こんなのが流行り始めちゃうとちょっとね、まあ自分的にも嫌だし、まあ2ラウンド以内にもうね、倒す、2キルするっていう風な選択肢が出てくるんだけど、そうなるとね、バイバイ悟空みたいなね、カードアクションとタッチアクションアビリティを封印してくるようなカードもね、もちろん流行ってきますので、そうなると、ロゼブラックももちろん強くなると思うし、キーストドロックのね、アイオスももちろんね、
また輝くと思います。で、やっぱり、そうだね、固定ダメージ、売買はね、固定ダメージだけは、防げませんので、はい、売買悟空の対策でね、固定ダメージも流行ると思うし、いやー、まあ、ニキルデッキがね、結局のところ流行ってきてしまうのかなと、はい、思いました。うん、3ラウンド目行くのめんどくさいもん、これは、絶対に。あ、これがやばいです。スペシャルルール追加。ウルトラゴッドミッション9弾では、UGM 8弾バトルスポーツスタジアムの使用率トップ10のカード使用が禁止になる、新ルールが追加。君の力でカードをうまく組み合わせてバトルに処理しよう。これがね、いやいやいやと、いや本当かと、思いました。はい、こんな感じになってまして、いやマジでね、絶対おかしいじゃんこれ。もうね、もう本当に今まで、あの、公式チャンネルとか、なんだろうな、まあ、ツイッターだったりとか、こういうね、ホームページ見てて、すげえ思ったんだけど、あのさ、これは絶対に違うでしょって。うん、まずね、なんだ ?UGM8 なの?バトスタの使用率トップ10が、このはずないんだよ。うん、これのはず、絶対にない。絶対に嘘。うん、間違ってる。これは本当に嘘。まずね、なんこのさ、もう一世代前みたいなメンツは、これ何、仮面のサイヤ人、貫通仮面に、記録体制の刻意、まあアイオストリオだよね、ここが。で WSH に、これが、まあ、倍増と軽減どっちも消せるベジータ、で降臨ベジット、バイバイ悟空にマジンロベルト。なるほど。まあ、バイバイ悟空は100歩ずっていいと思う。で、ベジータ。わかるわかる。で、アイウスもね、まあまあ、後半はかなり使われてました。悟空ももちろん。その他の面々に関しては、これ絶対嘘だろと。絶対違うじゃん。いや、マジンロベルが入ってくれてるのは、これはすごい、すごい嬉しい。だってね、まあ、推しキャラだし、自分もね、もちろん使ってました。ね、マジンロベル、あの、記録半分にするやつ、チャージをね、早くして、すごい嬉しいよ。いや、でもさ、ダブル SH は絶対嘘じゃない?これ。絶対嘘。入ってるわけないもん。見なかったよ。今回。今段。マジで見なかった。で、なんだ?あの、アイオストリオ。これもさ、お世辞じゃないけど、まあ、減ってますよね。で、国技ナメックに関してはもう見なかったよ、今回。で、なんだ、貫通仮面。貫通仮面はまあかなりね、見かけるカードでありましたけども、使用率トップ10かと言われると微妙と。これは絶対に嘘だよね。なんでこういう嘘をついてくるのかがちょっとわかんないです。ごめん。あのね、本当にわかんない。これはマジで嘘。大嘘なんだよ。でも、まあ、ベジータとか合ってて、ところどころは合ってるんだけど、ちょっとね、WSH なんて、まあ、環境カードだけど、トップ10に入るかって言われたら絶対入らないんですよ。で、ここの枠が何かっていうと、これ、あの、完全に、バーダックとチルドなんだよね。はい、今回のね、あの、シークレットバーダックと UR チルドがここに入ります。で、この上の赤き仮面のサイジの枠がまずクーラーになるはずなんですよ。クーラーで、その下の、ベジット、降臨ベジット、まあ多いですけど、ここの枠は、まあ、調査機ピッコロだね、プレ版の調査機のピッコロになるはずなんですよね。で、一番下のマジンロベルの枠は、まあ、これ何になるかっていうと、まあ、ゴセンクスだね。で、まあ、ベジータの枠が、まあ、ちょっとね、あの、チェンジスイッチのね、ゴジット、ね、ベジット&ゴジータになるかなという感じで、それが正しいランキングなんですよ。なんでね、嘘をついてくるのか、ね、ちょっとわかんないです。まあ、あれかな、診断のカードは入れないスタイル。ね、今自分が挙げたのはね、ほとんど診断のカードだし、まあ、ね、プロモーションも入ってます。というところで、診断カードはまあ入れないスタイルなのかもわかんないですけど、いやー、それにしてもね、これがね、あの、今使われてるトップ10なんだなって、錯覚するユーザーが現れるわけですよね。そうなると、ちょっと、いかがなものかと、思いました。はい。あと、ま、画像もね、出すべきだし、わかりづらいからさ、画像も出すべきだし、
いや、この正し書きはまずいでしょ、まずいでしょ。絶対嘘だもん、これ。マジで。バトステやってればわかるけど、こんなはずないのよ。いやね、この WSH が弱いって言ってるわけでは全然ないよ。強いですけど、その中でも、なんだろう、使用率トップ10にはまず入らないんですよね。で、チルドとかバーダックがいないっていうのが、ちょっとありえなくって、ね、ここにも UGM の8段のカードは記載されておりませんみたいな正し書きはまずないんですよ。まあやっぱね、前の段で当ててもらったカードは、ね、次の段で使ってほしいから、入れてないですっていう、文言が返ってきそうなんだけど、いや、それでもさ、こういう書き方はしちゃダメだよ。これはダメ。マジでね、これは、ほんと見たときに、はぁみたいな。はぁみたいな感じで、思ったっていう、そういう話。まあ、全否定じゃないよ。全部、ね、間違ってるわけじゃないから、まあ、ね、4割ぐらいは合ってるし、ね。でも、ちょっとね、なんでゴジットくんとかいないのかなみたいな、はい、感じでね、思いました。はい、これは、ちょっとね、変です。明らかに変です。で、なんかこのさ、表紙もね、すごいかっこいいんだけど、まあ、国威の未来戦士だっけ、ね、ごはんくん、もうちょっと上の携帯あってもよかったんじゃねとか、ね、いろいろと思うことはあって、まあ、ここに関しては別に、ね、どっちもいいとは思うんだけど、まあ、ね、バダクが4になってて、悟空が身勝手の極意でさ、ね、そこでなんかちょっとご飯だけスーパーサイジンの2っていうのがちょっとね、弱いんじゃないかなって、思ったので、ここはね、なんか3だかね、ご飯4もあるよね。そこら辺の形態にしてあげてもよかったんじゃないかなとは、思いました、正直。はい、以上です。あとは、ね、あれかな、まあ、HP がなんかね、敵チームの HP 分回復するとかいうね、いやー、やばすぎるアプリがね、出るので、ちょっとこうなってくると、本当に2キル環境がね、加速するんじゃないかなと、正直ね、思いました。はい、皆さんはどう思いますか。はい、ということで、今回はね、UGM の9段最新情報について、触れさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。ちょっとね、個人的にはちょっと、今回の、ホームページ、ね、記載されている情報、これは大きく間違っているんじゃないかなって、個人的にすごい思ったので、多分これはね、共感してくれる人はね、絶対にいると思う。多分、UGM8 段 ?8 段だよね。のカードたちは、まあ、入れないようにね、しているとは思うんだけど、いや、それをするんだったら、まあ、せめてさ、まあ、UGM8 段のカードは、まあ、対象外ですと。ね、どこかしらに書くべきだし、これをそのままそっくりね、そうなんだなって、ね、誤解しちゃう人も、まあ、中にはいるわけですよ。ってなるとちょっと運営さん、それはやり方としてどうなんじゃないかなというふうに思いました。はい、まあ、僕はね、一生ついていく気ではいますが、ちょっとね、まあ、さすがにこれはどうなのかなと、はい、思ったっていう、そういう動画です。はい、ということで、じゃあ次回 UGM の9段ね、7月の7日稼働予定ということなんでね、もうちょっとかな、はい、6日後、もう1週間切りましたね。いやー、ぜひね、皆さんで楽しんでいきましょう。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。